どうもーっとピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。はい、というわけで始まりましたピスタチオのエトスパトスロゴス。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、この番組はですね、はい、我々ピスタチオが飛行なさん1日2店舗に訪れまして、はい、ジャグラーを打ちまして、はい、ビッグとバケを引かせていただきまして、うん、ビッグだと1ポイント、うん、バケだと前回から変わりまして2ポイントという、はい、合計で39ポイント獲得できるかという番組になっております。ありがとうございます。はい、そしてですね、前回ですね、はい、飛行な平井店さんに我々行ったんですけれども、はい、うん、その時にですね、合計26ポイントです獲得しておりまして、はい、あと13ポイントということで、あと13ポイント、まあ、うん、それは行くんじゃないかというね、ま、簡単ですよ、ね、正直言うと、はいはい、だからあとはもう我々の、うん、勝ち負けがどうなっていくかそういうことでございます。そういうところを見どころにということなんですけれども、はい、今回ね、来たのはですね、はい、飛行な府中店さんなんですけど、府中店さんでございます。ここは我々どっちかというとね、うん、相性いいんじゃないですか。いい感じのところですから。そうです、そうです。ただちょっとね、はい、情報によりますと週末ということで、うん、台があんまり空いてないんじゃないかと。あらら、まあ、そういった場合はですね、うん、やむを得ないので、うん、まあ、最悪、うん、私セイントセイヤにダメです、ダメです。だから行きたいなと。平井店さんからセイントセイヤにすごく行きたがってましたけど、いや平井店さんの前モンキーターンだったんですけど、あ、そうだ、モンキーターンって言ってた。こちらの場合はセイントセイヤに、なるほど、行こうかなと。ダメですいうことを、はい、考えております。勝手に残ってやってください。それはもうだって番組内ではジャグラーで、あなたさっき自分で説明してましたから、ジャグラーを打ってって言ってたから、はい、ジャグラーなんですよ。とりあえず頑張りましょうか。じゃあ前回の平井店では、見事ですね、初めてピスタチオ2人ともプラスになるということで、はい、府中店さんにももう相性いいから期待しましょう。これはもう頑張りましょう本当に。それでは行ってきます。レッツラゴー。さあやってみましょう。来ましたけどもね、はい、台を打ちたいと思うんですけれども、うん、もう見ての通りほぼ埋まってます。ほぼ埋まってます。ただなぜか我々がよく打つこの角の方だけ人気がないという。そうね、なんか毎回この角にで打ってんだけど、この大体この辺だもんね。この辺本当にこっちの時もあったね。うん、ここら辺だけなんか空いてるという、3個空いてますから、はい、ちょっと見てみましょうデータ、うん、あ、なるほど、なんかこれ良さそうだな。どうですか、なんかこれ、あー、なるほどね、はいはい、なんこれちょっと気になるな。いや、これもね、確かにそうね、これ気になりますよ。あ、でもこれも悪くないんだけど、なんか最初さ行っちゃってんのよ。はいはい、このでも、はい、なんかね俺見たんですよ、うん、コメントに、うん、伊地さん、うん、こんなに勝てないんなら、うん、無難に、うん、前日もある程度出てる台選んだ方がいいですよ。確かにコメントにあった。でも伊地さんはそういう台選ばないのかなみたいなコメント見たんですよ。あったあったあった。なので、うん、この3つで前日見てください。これこれ、ほら、うん、前日まあまあこう出てるんですよ。いいね。なので、うん、これ行こうかな。それに行きます。これします、これします。おたさんどれが良かった、正直。これそれが良かった。はい、なるほど。ハマってるからでしょ。え、一回ハマってるからこれ、そう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 、吹くんじゃないかって。ここからね、そう、じゃあ僕これです、行きましょう。いいですね、はい、はい、さあということで、はい、始めていきましょう。やってみましょう。はい、いきますよ。あ、せーの、まあ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 、それはそうですよ、うん、いつかいつかね、これで当たりたい。やっぱ平井店さんで2000円で2人で投資2000円で出たので。そうなんだよね、うん、相性のいい府中店さんもサクサクっとね、投資を減らしたい。そうね、おら、え、
ほら早い、ほらちょっと、しかもね、すっごいビッグな感じで、ちょっと見してよ、えい、ほら来た、ほらちょっとさ、いるもん、いきなり、いきなりいるもん、ねえ、いきなりいるもん、ちょっとスノッチいるもん、いきなり、いきなりちょっとマジで今ビッグ、かわいかった、めちゃくちゃかわいかった今今日の伊地知さんはちょっと一味も二味も違いますね。ありがたいよ、早いよ、すごい嬉しい、ちょっとトークもせずに急に今からだぞっていう感じの時にささっとね、ささっとですよ、ちょっと今の喜びをカメラに向かって言っていいですか。お願いします、一言、はい、マンモスウレピー、あれ懐かしい、なんか今日は伊地知さんがだいぶ活躍しそうな気がするな、違う意味で活躍してるんだからいつも確かにね、いやこれはもう複雑よ、見てる方はさ、うん、多分俺が出ない方が楽しいからね、まあまあまあ、まあ、でもそれはもうガチだから、でそうだよね、うん、コメントでも応援してますっていう声あったから、ありがたいよそれは、見てくださってる方は伊地知さんが勝っても喜んでくれる人ですと思いますよ、そんな性格いいやついるいる、大丈夫、みんな性格悪いでしょ大体、そんなことない、でもこれでもし、うん、今日俺が勝つことができたら、うん、その前日出てるだけ打った方がいいって言った人に本当に感謝する、いやそうだね、だってその教えを守ってそこにしたってことですよ、そうですよ、素晴らしいですよ伊地知さん、そういえば何、ずっと忘れてたことがあるんです、実は何です、本当に今更なんですけど、はい、ちょっとカメラに向かってもらってよろしいですか、新年明けましておめでとうございます、いやもうだいぶ過ぎてんだよね、うん、もう前回のこのこの放送で言ったら、うん、前回のもうあの開いてたら過ぎてるから、そう、今頃やめて、忘れてたでしょ今頃やめて小沢お互いに忘れてたから、もういいから、もうこれ流れてる時、うん、多分予定では1月25日だから、そう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 、もう1月25日で明けましておめでとうございますやめて新年明けたということで、はい、2021年の目標とか何かありますか。いや本当はね、2021年の目標を発表したいんだけど、うん、今この収録日が、うん、まだ2020年のクリスマス前だから、うん、正直今全然考えてないですよ、ま、そのリアルにやんないで、えやるじゃん、そういうのあるじゃん、俺も考えたいよそれは、うん、このスロットはガチで挑んでんのに、うん、そこだけちょっと嘘つくわけのやっぱいかないからさ、いやいやいや、それうまいことやらなきゃダメなの、いやもうそれできないから、いや芸歴何年目よ。13年目ですよ、覚えよ覚えよ、ギュッとして2日だから俺芸歴ギュッとしちゃったら、なんか抱負とかあったら聞きたかったな、なんかな、大体俺2月にいつも今年の目標決めるんだから、 なんで2月まで、1月に決めてなくて、やべえ決めてねえって2月に決めるのが大体いや、ただダラダラしてただけなの、だから2019年の、うん、2020年、うん、に目標を立てたのだって、うん、僕はあれですもん、2月の前半に立ててますから、目標5つ2020年は。ああ何だったのこの5つは。いやこれボケなしよ、ボケなしで1、うん、キリマンジャロ登山、はい、まあ聞くわ一旦全部聞くわ、うん、で2、うん、エベレスト登山、はい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 、3、登山用の靴を買う、うん、4、うん、登山に行くために、うん、お弁当を作らなきゃいけないから、そのお弁当料理を勉強する、なるほど、最後5っていうのはあの幸せに生きる、ちょっともう本当にしょうもないんだけどねえ、3つ目4つ目で登山がもうすごい頭回転させて出てこなかったじゃん。じゃあ俺も2個までで登山に行って、うん、全部世界の
登山行こうと思ったんだけど、うん、山が分かんなかった。だよね。だと思ったわ。なんか登山用の靴を買うって言った瞬間、何言ってんだと思ったわ。しょうもない。でも2020年の本当に立てた目標は、うん、はいはい、一つ目が、うん、僕は恋愛系のお仕事をちょこちょこしてたんで、うん、恋愛の YouTube を始めるっていうのが一個目標だったんですよ。はい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 、始めましたね。それ始めまして、うん、で、もう一つが、うん、僕は釣りとかファッション系が好きなんで、うん、釣りとかファッション系の、うん、ファッションブランドを立ち上げるっていうのが目標だったんですよ。ああ、やりましたね。はい、ファッションブランドを僕2020年立ち上げましたね、自身のファッションブランド、うん、年末にやってました。それで2つ目達成しまして、はいはい、もう一つが僕はリズムネタユニットで、うん、ペペロペバーガーズっていうのを、はいはい、リズムネタをピスタチオ以外に組んでまして、うん、それで SNS だったりいろんなので、うん、ライブや単独ライブやったりして盛り上げていくっていうのがもう一個の目標で、はい、それもやりました僕。やってました、ペペロペバーガーズ、うん、そしてもう一つ僕釣りの結構趣味で、うん、そういった仕事もやらせてもらってるんで、うん、釣りの YouTube とか釣りの技術を向上するっていうのが目標に立てまして、うん、それも4つとも達成してるんです全部。ああ、釣りの技術を向上してるのね、はい、うん、そしてもう一つが最後が、うん、恋愛の書籍を出すっていうのがあったんですけど、あ、それは本自体はまだ出せてないんですけど、うん、打ち合わせが進んでますんで、あら、流れはいい感じに5個。あ、ただですよ、うん、その5つ垂れた目標に、うん、ピスタチオ1個も入ってないっていう。ちょっと悲しいんだけど。ピスタチオとしての目標はなかったんです。すみません、小田さん。解散。なんてこと言うの、小田さん、解散とかさ。いや、なんてこと言うの、小田さん。だってあなたが言ったんじゃない。じゃあもう、こうするじゃん。2021年の目標。うん、ピスタチオで、うん、エベレスト登山するじゃん。だったら。なんだその登山にこだわりは。だったら。小沢、俺逆にさ、うん、俺は結構目標とか立てるタイプだけどさ、ね、うん、小沢立てないじゃん。2020年立てた目標。でも、その、伊地さんみたいに目標というか、願望は。願望はダメだよ。目標だよ。結婚したかったから。もういい加減にしよう。絶対年内に結婚するっていう小沢は目標です。いい加減にもうから来ちゃったもんは。うわ、バカなことばっか言ってるから小沢は。ほら、俺のおかげ、俺のおかげ。何言ってんだよ。だから俺に来ちゃったんだよ。俺のおかげ。本当小沢のところに来たらわけだったんだけど、うん、芸人としての目標を言ってるのに何バカなこと言ってんだっていうことで小沢は叶ってるから。あ、ビッグです。うえぇ、はい、ちょっと非常に小沢さんおとなしいですよ今。まだでも5000ぐらいでしょ。ちょっと伊地さんの調子が良すぎて、だからめちゃくちゃ使ってる感じ出ちゃってんだよ。でも言うてもまだ僕まだ2回ですから。まあまあ確かに、まだ言うても元気出して。ほら、おれ、サンサン。ハイペースだね。サンサン。いい、おれ、いい。くれ、いい、おれ、いい。くれ、くれ、おれ、いい。くれ、いい、おい、ほら。くれ、つのちゃん。つのちゃん、つのちゃん。あります、今まで。今までありました？イジチがビッグ3連チャンありました、今まで。時代が動いてますよ。これちょっとなんか今日なんだろう、なんか降ります。今日かなんか降ります。なんか危ないものが降る。今日外、皆さん早急に近く の、うん、の外にいる方、はい、早急に近くのコーナー店に駆け込んでください、はい、駆け込んでください。外が荒れます。今危ないです、危ないです。はいはいはい、おい、来ました。ギリギリ、タンチェ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 、自力ですね、自力。はい、小沢さん、小沢さん、すいません、本当ごめんなさい。本当にごめんだけど、うん、マジで化け来いと思っちゃいました。すいません、すいません、小沢さん。ありがとうございます。あ、いよいよいよ。
あら、これもあの スロットあるある、あの 出た人があの出てない人にあの飲み物をおごるっていうね、これね、スロットあるある。あら、俺今まで散々出てたけどおごったことない。あら、よさ見てよ、これ勝ってる時はもう気前の良さがもうすごいんだから、うん、もうこんな言い方したらあれだけど、ビッグ3回だけでここまで調子に乗る男ですよ、やっぱ。いやもう調子乗ってないよ、全然もう嬉しかったから。ありがとうございます。そうですよ、やめてくださいよ。あのコメントに書いてあったか、はい、ゴーゴーランプのところを、はい、服と当たるということで、ありましたね、実際開店でもやってた、開店でやりましたよ。ちょっと私のこの黒ベストでちょっと、キュッキュッキュッということで。ありがとうございます。やめてください、小田さん、はい、アラジンのさ魔法のランプみたいな力を使ってください。キュッキュッキュッじゃないのよ、これでも光っちゃうから。ほらほら、うわこれはすごいよ。いや、さすがにバケだと思うけど、うん、なんかこの流れやっちゃう気がするんだよね。でもツノッチが出てないから、隠れツノッチが、確かに。でも3回中2回プレミア出るってすごいからね。すごいよ。これちょっと、あら、土壌すくい、違う、なんだ、何ですか、何ですか、え、何ですか、何踊りですか、土壌すくい、あのアホ踊りです。あ、アホ踊り、ごめんなさい。もうだから負けてるから俺に頼んないで。知らん、小沢さん、何とかしてよ、小沢さん、はい、知らん知らん、負けてんだから、何とかしてよ、小沢さん、負けてんだから。素晴らしいね、バラシーですよ、バラシーですね。だってまだこれでも合算183分の1だからね。はい、全然良くないからね。確かに。おお、おお、なんかね、小田さん、よかった、すごい嬉しい、俺、すごい嬉しい。見てなよ、お前見てなよ。ごめん小沢さん、ごめん、待って、先に言わして、うん、ちょっと期待しちゃってる俺、ちょっと、ごめん小沢さん、やめようよ、ちょっと期待しちゃってる。そんなわけないじゃん、ね、わけない、わけない、わけない。ほら、違うんかい、違うんかい小沢さん、俺もバケだよ、お笑い的にはバケじゃん、バケだったじゃん。なんだこれ小沢、いいよ小沢、その、うん、バケ引かないんかいみたいな、うん、顔だけで演技して本当はビッグで良かったと思ってるの、やめて、うん、小沢さん、そりゃそうよ、顔に出てるから、そりゃそうよ。伊地さんずっと100回転以内ですか。いや全然、あ、そうなんだ、100ちょいぐらいなの。あ、そうなのね。1回33回転ってのあったけど、うん、それ以外全部100ちょいなのよ、100、2、30とか。そうなんだ、そうなんだ。でもいいペースですね、150はいってないってことでしょ。だから結局ビッグだからね。まあね、これで別にバケとかでそんな別に大したことないんだけど、うん、確かに4連続だもんね、強いわ、それがでかいよね。はい、おお、いいよ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 、ビッグな気がする、ビッグな気が非常にする。ごめん小田さん、毎回期待しちゃうわ小田。ごめん、今のはビッグでよかったよ、ね、今のは、ね、さっきだったよね、さっきだったの、逆逆、これ移動ですか小田さん。ありますな、ちょっと見学してきます。どうぞ。527で当たった後に連チャンして、ほら、あら、216、ほら、小沢さんが台を選んでる間に私行かしていただきます。おお、すごい、またビッグ、ありがとうございます、すいません。移動します。あと1時間ぐらいだもん、小沢、時間が、うん、伊地さん府中店来て
ビッグしか引いてない。そうなのよ。あら、5連続ビッグなの。すごいわ。すごいよ、快挙よ。もうちょっといつものいじちじゃない。本当にこんなことないんだから。100いっちゃいました。いっちゃったと。いっちゃった。あら、ほれ、いい加減ばけよ。角ちゃん、角ちゃん頼む。押し間違えましたちょっとバケでポイント稼いでほしいな。バケでした。あ、ごめんなさい小田さん、バケでした。すいません小田さん、バケでしたあと1ポイントです。なるほど、どっちかが光ればクリア。ポイントは OK。 なるほど、お願いします。ほら、おー、なんかバケ連続来そうだね。ここは素晴らしい。あざます。どうも、これはどうもあざます。言うてこれは拍手もらってますけれども、はい、どうもね。なんと言いましょうね、この上に入れる日が来ました。私にもあらピスタチオのエトスパトスロゴスで私がこの箱に入れるという日が訪れました。おめでとう。ありがとうございます皆さん。ギャラリーのみんながね、いないいないいない、してくれてますんで、皆さん全然周りいないよ。あの店員さんが焦ってきちゃったから、あごめんなさい、ちょっと悪ふざけしただけで申し訳ないやめてください、ややこしいことするのは。でポイントもクリア。ポイントもクリアです。これですごい、素晴らしい、嬉しいね。あとは小沢さんが出すだけ。本当にそうだよ、気持ちに余裕を持とう。だって飛来貯金があるから。そうで、まだ投資1万円だから。そうそうそう、全然いいよ、うん、ここで2回来た来た来た、ここでピックパカンつって続いちゃえばいいんだもん。それだけの話。小田頼むよ、小田頼むよ。ほらほら小田さん、はい、バケですとか。知ってるよ知ってるよはい、おーはい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 、いいですね、ざわさん。はいはいと、はいはいはい、やなんか今日違うね。違う、え、今までと、今までと流れがまだ当たってないけど。いや全然違うよ今日。全然違うわ、うん、こんなに穏やかな気持ちで打てるのないもん本当だね、優しい気持ちになれます。こんなに穏やかな、だってもういつものこの時間だったら、うん、どうしよう閉店までかと思ってるわね。いやいや、そうだねそこからが本当の勝負だって言い出してる時間だね。もうごめんだけど、うん、カメラ回ってる時間どうでもいいと思ってるから、あと1時間こっち閉店まで打つからと思っていつもはこの時間は今日はいいね、穏やかだね。この、まあ、実際格闘技好きとして、うん、個人の意見ね。はいはい、伊地さんの、来た、ここ B I G 小田さん、完全にいつもの俺になってるいつもの伊地になってる。小田さんが変わっちゃってる。やだな、まあ、個人の予想ね。個人の予想は、うん、まあ難しいと思うよ。はい、それはもちろん伊地さんもプロではないですし、分からないと思いますけど。個人の予想は、うん、堀口教授。あら、いやでも朝倉海強いんだけどな。強いけど堀口教授。なるほどかな。なるほど、これオンエアしてる頃にはもう結果出てますから。はい、それよりもビッグ引いてますから。え、ビッグじゃないけど引いてますから。ボーナス小田さん、え、ちょっと静かにしてください今。ジャグラーなんで格闘、小田さん、私の格闘技予想誰も興味ございません。しかももう終わってますから小田さん。そうですよ、もういらないんですそれは、うん、ここがなんです今大事なのは。はい、負けはい、負けです。ちょっと待って、負けですよ。あの人もう光ったぐらいじゃリアクションすら取らなくなったんですね。いやいや、そのなんか冷静沈着な感じがちょっと嫌だな。伊地さんにはやっぱわって言ってほしいな小田さん。うん、さっきから今一瞬腕組んで考えてるふりしたけど、うん、
そろそろ打たない時間に入るのやめてください。ねえ、イギスさん、そんなこと思ってるわけないじゃない。わざわざやめて。バレてるから。本当にバレてんのよ、あなたのやってることは。ほら、すごい、何回？23。あらららら。でもさ、バケっぽいな。おいおい、オビック、絶好調。ユーファイトリーグー出ました。何ですか今の。え、知らないですか。ユーファイトリーグ、かつてのストリートファイター2バルログが勝利した時のおたけび。ユーファイトリーグー。あとぜひなんかこれ見てる方で、うん、お昼の休憩の時にね、うん、ランチをしたりなんかしますんで、はい、あ、府中と平井の美味しいお店を教えてほしいですね。府中店と平井店の。そう、確かに木久扇さんの周りにあるところで。はい、光りました。あ、光りました。ここ大切。本当に本当によし。おーい、大切。これはでかい。これはでかい。これはでかしめ。おら、すごい。これはもうこれでビッグでヤバすぎるよ。おお、もうなんだろうこれね。なんだろう。何ですか。なんかあるなと思ったのよ。これなんかあるなと思ったの今日。なんか。なるほどね。なんかあるなと思ったの今日。うん。うん、じゃなんかあったもんね。稲川淳二さん。なんかやだなーって。いやいや、嫌なんじゃん。嫌じゃないでしょ。なんか怖いな、なんかあるなーと思ったらびっくりしちゃう。嫌ではないでしょ。バキかな、バキかな。やったらバキだよな、うん、こんだけビッグついたらバキだよなーと思ったら、うん、ビッグだったんです。伊地さん、伊地さん、台に肘ついてこう偉そうに喋んのやめて。ごめんなさい。態度が悪い。ごめんなさい。おいおい、やばいね。やばいね。いやいやいや、ラフレクランキョンのギャグ、それやばいね。あたかも自分のみたいにやってるけど、キョンのやつだよ。やばい、目押しができなくなってきてる。あれ疲れが来てるよ、こういった。おい、おい、絶好調 W。 何ですかそれは。え、絶好調 W は。絶好調 W 知らないですか。知らない。僕の大親友、うん、摩天楼アントニーが2、3年、MC をやっている金沢のテレビ番組です。なんで知ってんの逆に。金沢の情報番組知らない。ごめんなさい。ちょっと悪あがきします。移動していいですか。移動すんの。はい。マジでここに来て。はい。残り15分で。残り15分、ここにします。ハマってる台行ったね。ハマってる台来ました。ちょっと見てください。何ですか。見てください。ほら、一番眩しい光景。いや、いいです、小田さん。そこまですることじゃないんで大丈夫です。小田さん、小田さん打っててください。え、はい、来ました。ありがとうございます。なるほどね。ありがとうございました。おー、うわ、ちょっと何これ。今までが嘘みたい。でもやめてよ、こんないじってみたくないとかっていうコメントだけは。たまにはいいでしょと。あと5分。あと5分。小沢投資15,000円です。嘘、そんないった。小沢さん、小沢さん、開いてんの分が。小沢さん、ちょっと何ですか。小沢さん、何ですか。辛いってこっち。よし、頼むよ、小田さん。これもボケじゃないかね。ここボケいらないよ、小田さん。よし、あ、小田さん。はい。そこバケじゃん。いや、バケだけど。小田さん、いや、知らんよ、もう。そんなもんは。もう知らんよって。知らんよ。もう一回。一回転で。残念。なんか光りそうだね、小田さん。光りそう。さあ、就労のホワイトボードを出すタイミングを気まずそうに伺っております。俺は出させません。
そっちを見ないんだ私は。出されたところで見なきゃいいんだからね。そうだよ、出されたところで。そうだよ、なんか右の方に白いなんかが見えるがね。気配を感じますか。気配を感じますがね。ぐー終了。終了言いましたね小沢さん。ああ小沢さん、はい、あんだけさ見ないとかさ、うん、抵抗するって言ってすんなり受け入れたじゃん。あのね、ぶん殴られるんじゃないかっていうぐらいね。圧がすごかったね。はい、というわけでですね、貴重な府中店さんでの実践の方が終了いたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。なんか楽しそうですね、実さんは。いや、まあまあまあ、だって僕はですよ、うん、あの本当に普段はもう出てもレギュラーに寄りすぎて、うん、終始でマイナス食らいまくってたこの私が、うん、まさかのお座り1000円で、うん、ビッグ10の馬券2という、はい、とんでもない記録を叩き出しまして、素晴らしい。枚数の方が1800枚弱という、1700枚超えということで、はい、うん、ありがとうございました。すいません、皆様お世話になっております。すいません皆さん、ありがとうございますね、うん、いいんじゃないですか。どうしましょう小沢さん。え、いや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 、どうしたんですか。私は、はい、投資1万5000円の、はい、ビッグ4、はい、レギュラー4、はい、ということで、はい、休憩してるんで、はい、帰ります。帰るんですね小沢さん。エトスパトスロゴス、また次回お楽しみに。いや、帰るんですね小沢さん。え、大丈夫ですね小沢さん。いいんですね。止めなよ小沢さん。そういう時に行って、うん、後で怒られるんじゃないかなスタッフさんにと思って、うん、行ききれないんだから。イジスさん、どうします。止めなよ。戻りますね。はい、戻りますね。イジスさんが止めないと。そこはこの今見てる方はね、うんうん、この下り1回目なんですけれども。そうなんだよ、先ほど全く同じ下り小沢さんやっております。そう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 。なんでかというと、うん、まさかの小沢さん渾身のボケをした後に、うん、そしてあのこのねひらひらが、そう、小沢さんの顔にわって当たって、うん、小沢さんがものすごく捨てびっくりするという、うん、かなりの面白い映像撮れたんですけれども、まさかのカメラが回っていなかったという、うん、そう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 。テイク2です。今やめてください、小沢さん。何回ですか、ビッグ4、ビッグ4でございます。これ見えた。嘘でしょ、小沢さん。こんなさ、ついてないことある。今も別にそんなにふてくされてないんですよ、はい、ふてくされてるふりをしてるんですけども、はい、やっぱね、本当にね、さっきのがこれが起きて、ね、あ、やった、面白いぞっていう時にね、ごめんなさい、撮れてなかったですっていうので、私はへそを曲げたんだ。小沢さんの面白い映像、そうなんだ、撮れてませんでした。あれが全部カットになってるのが、ボタンを押すだけなんだ、あんたたち。申し訳ございません。あんたたちの仕事はボタンを押すだけなんだよ。やめてください、小沢さん。スタッフさんに暴言を吐くというのは、いじちでやらせてもらってますね、小沢さんは。うん、落ち着いてください。いや、これで勝ってりゃいいよ、はい、正直。小沢さん、その成績も全部相まってる。申し訳ございません。ああでもポイント言ってますね、39ポイント。まあ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 、まあ。判明してください、すみません。うちのほうが、すみません。いいえ、うちのスタッフが申し訳ございません。気をつけなはれや。はい、すみません。というわけでですね、はいはい、小沢さん、この後、うん、普段いじちがリベンジのために残って、うん、延長するんですけれども、うん、今回小沢さんがということで。そうだよ。あの終始 の, あの報告の方、はい、待ってますんで。わかりました。お願いいたします。はい。はい、というわけでですね、うん、ポイントは39ポイント、見事達成しましたので、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、次回は罰ゲームなしということで、なしということで、わかりました。なのでですね、次回はまたどこかの貴重なさんで、うん、ね、チャレンジしたいと思いますので、うん、皆様ぜひともチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします、うん、コメントもね、はい、高評価の方お願いいたします。はい、お願いいたします。コメント待ってますんでね、お願いいたします。お願いいたします。はい、それではまた、はい、また次回見てね。